菊場教えて。どうも、塾長の松永です。今回はですね、私が実際現役時代の時に、やっていた練習方法を少し公開します。で、バッティングっていうのはですね、これが正解だっていうのは実際にはありません。で、合ったバッティングで合えば、まあそれがその人の正解なバッティングフォームになります。で、今回は私はこういう考え方でこういう動きでっていうことを普段現役の時にやってきたやつを公開したいと思います。使いますのは壁です。この壁を使います。そしてまず右バッターの方は左足を壁につけます。で、壁につける時にしっかりとつけてください。これが斜めになったりするとどうしてもいい形ができませんので、まず基本的には壁にしっかりと側面をつけるということですね、足を。で、その時に今度は次は何をするかっていうと、次は手を前に落とします。で、どうしてかというと、これを横につけておくとこういうふうに回ってしまいますので肩の開きが早くなります。で、実際にこれは何を訓練したいのかっていうと、左足はストップ、右足は回転で、私の場合は、基本的に腰を回すってことがあまりなくてですね、どっちかというと直進運動を基本的に考えたバッターでしたので、それを全部踏まえて今から少しやってみますが、足はつけます。そして手は前です。そして軸足だけを回転させていく、軸足だけを回転させる、軸足だけを回転させる。その時にですね、実際に今左足の上にほぼ乗ってます。これがこういう使い方をしてしまうと、要は後ろに引いてしまってますので、バッティングのバットっていうのは引っ張ってこれません。ですから実際に左足の上に乗る、回転を入れて軸足だけ回転をして乗るということです。で、その時に乗った形がこういう形になります。手が前にありますので、そうすると今へその位置がこの方向に向いてます。要はいわゆる一般の普通の方たちが腰を回せっていうような打ち方をすると、こういう感じで回転してしまうとへそってこの方向に向いてしまいます。そうするとこの方向に向くっていうことはベースはここにあるわけですね。で、ベースがここにあるのに、この上にボールが通っていくのに一番最大の力がへその前で、ここで力が入るってことです。で、今の打ち方を訓練すれば、当然軸足だけを回転すると前に乗ってくるとへそはこの方向に向いてます。そうするとボールに対して一番へその前でインパクトが強く入っていきますので、この打ち方を、体の動きをまず覚えるってことです。これは室内練習場で、自分の自宅の壁があればいくらでもできますので、いわゆるこういう形をまず作っていただいて、そして手は前に、そして軸足だけを思いっきり押し上げてくる、押し上げてくる。で、こういう打ち方をすると肩も開きません。で、おへそもボールが通ってくる方向に向かっていってますので、インパクトが強くなってくる、そういうことです。で、それでいわゆる直進運動っていうのは私はどっちかというと意識してますので、回転でどうしてしまうと、今実際にここにある腰の位置が回転して引っ張ってくると、どうしても引いてしまう。バッティングで向こうからピッチャーが投げてくるボールに対して打ち返さなきゃいけないのに、その打ち返すのに結局腰が引いてしまえば、当然バットって前に大きく出ませんから、今みたいな練習方法をやるということが一番、この私が毎日繰り返してきた練習の中です。で、それで現実的にこの打ち方で、まあ、今はカメラがこの位置ですから右でやってます。で、これを実際に左でやると後ろになりますが、後ろ向きになりますが、この形です。この形になります。そうすると、今から、20歳の時ですから、38年前に私が西宮球場の次のバッターネクストサークルにいるんですが、その自分で左は作った、スイングですから、当然こういう回転のバッティングは私の中ではどちらかというと
一番基本になるスイングの形ではないんですね。ですからどっちかというと直進運動をするので、バットを用いると当然ネクストサークで西宮球場のバックネットを近くにして、こういうスイングになるわけですね。自分の中でこのスイングっていうよりも腰の動きがこのイメージになるわけですよ。そうすると、先輩から松永試合中にゴルフのスイングしちゃダメだよってよく注意はされました。しかしこれはゴルフのスイングをやってるんではなくて、自分がどういう動きをあのバッターボックスでやりたいかっていうような感じで、こういう動きを私は取り入れてました。もう今から20歳の時ですから、38年、39年前です。でこの動き、皆さんなんか見たことありませんか。実はイチローさんもこういうスイングをやってるわけですね。ただこのやってる思惑が私と同じなのかどうなのかは分かりません。しかし私の場合は回転運動、腰を回すというようなものを基本ベースと考えてませんので、腰を回すというよりも左バッターの時は右足が壁、そして左足で回転させていく、軸だけを回転させていく。そうすると当然バットは引っ張ってこれるわけですよ。引っ張ってこれるので、私が中途半端なこういうスイングがないんですね、過去に。でどちらかというと打ちに行くと引っ張ってきてるんで、ボールと思ったらこのまま手を離してスイングにならないというような打ち方を今までずっとやってきました。まあもう少しスローモーションで早めにやりますけども、実際にバッターボックスに立って打ち行ってストライクだと思ってボールだったらこのまま逃げていくっていう、こういうスイングですね。これは直進運動してるんでできることであって、これが回転運動に入ってくると多分私も同じようにハーフスイング取られる確率はすごく高かったではない、高かったのではないかなと思います。で今回やったのは毎日室内練習場もしくは家、そして壁を見つけてこういう形、こういう形のフォームを筋肉に覚えさせるということです。要は壁を使って前に乗る、壁に使って前に乗る、壁に使って前に乗る、そして軸足だけを回転させるというような練習方法をやってきました。そういうことを皆さん少し参考にされてみてはいかがでしょうか。